まず僕は今マイナーリーグの監督で、ちなみに皆さんそのマイナーリーグの構造をご存知の方ちょっと手を挙げていただいてもいいですか。だよね、だからここから行かないと、はい、そしたらでメジャーリーグっていうのは、構造がまずメジャーリーグ皆さんがよくご存知の MLB っていうそのレベルがあって、ここがまあトップリーグなんですけど、この下に、AAA、3A、AA で、このシングル A のところなんですけど、これ実はハイ A とロー A っていうのがあって、AA に近い方と、下のルーキーリーグに近い方のこの2種類に分けられています。でここからのラインっていうのが、ローエーから上のライン、ここからの上のラインっていうのが140、だいたい4試合制を、このトリプル A までやって、メジャーとかに行くと160ゲームオーバーやるんですけど、で、この下の、ローエーの下の シーズンのことをこれショートシーズンっていうんですけど、その名の通りで、ゲーム数がこれの半分ぐらいになります。で、ルーキーアドバンスリーグとルーキーリーグっていうのがあって、ここのアドバンスリーグで僕は、18年19年2年間フォースコーチって言って、監督の補佐役をやってて、今年はこのルーキーリーグっていうところの、監督になりました。で、ツインズの場合っていうのは、ここ GCL って言って、まあ、ゴルフコーストリーグ、フロリダにあるルーキーリーグのリーグがあるんですけど、ゴルフコーストリーグの監督に今年からなりました。で、これだけ、これがアメリカ本土なんですけど、こっちに DSL、ドミニカのドミニカサマーリーグっていうのがあって、なので全部で1,2,3,4,5,6,7 ですね、マイナーチームがあります。で、ここが、僕が今監督をやってるところで、で、通常ですと、まあ当たり前なんですけど、通常通例でいくと AA 以下の、ここの AA 以下のスタッフっていうのは基本的にはマイナーリーグのキャンプしか行きません。で、ここから上のスタッフっていうのが、メジャーキャンプに帯同するっていう通例が、決まりがあります。で、それは何でかっていうと、結局ここから、ここの AA トリプルの選手っていうのはこの先このシーズンとかで MLB に上がっていく可能性が高い、いい子たちなので、監督コーチとかとこのメジャーリーグのスタッフっていうのは関わってないと、実際この子たちが昇格した時とかにコミュニケーションがうまくいかないっていう理由があるんですね。で、この下の、AA 以下のスタッフっていうのは基本マイナーリーグキャンプを基本的には手伝いします。ただ今年、すごく面白かったことっていうのは、僕はルーキーリーグの監督で GCL にいるんですけど、ツインズの練習の中でGCL の監督がいきなりメジャーキャンプにこうやって呼ばれたケースは、120年の中で多分今回これも初だと思います。で、うちの球団は3年前に18年からすごく変わった取り組みをしてて、こういう通例とかにちょっととらわれないで、いろいろ新しいことにチャレンジしていこうっていうような形があるので、野手の監督コーチの中で今年このダブル以下からメジャーのキャンプに行ったのはブライアン・ディンコマンって言って、ここのローエの監督、元メジャーリーガーなんですけど、ブライアン・ディンコマンと僕が2人だけメジャーのキャンプに行ったっていう経緯があって、メジャーのキャンプの方に参加しました。で、それだけピラミッドの中で、まあ、今回その行ったわけじゃないですか、メジャーリーガーのキャンプに。で、今回初めてじゃないですか、実際これだけ12年以上アメリカでコーチに関わって、で、マイナーリーグも経験して、で、日本人でも、ツインズに勝者になるのを初めてた中で、その見た世界の景色っていうか、それはどんな感じだったんですか。いやー、もう簡単に言うと、まあ本当にタイミングの違いが本当にあるので、これはちょっと本当にびっくりするぐらいあるんですけど、やっぱりメジャーのその最後のクラブハウスっていうのはものすごくちゃんと一人一人のスペースがありますし、食事の質も全く違いますし、まあそのクラビの対応であったりとか、例えば道具であったりとか、まあもう
付随する全てのものが全くもってちょっとレベルが違うというか環境が違うので、まずやっぱそこはすごくまあ、驚いたというか、まあ、やっぱこれだけ違うんだなっていうのは本当に実感をしたところではあります。選手 その質もやっぱ違うじゃないですか、はい、そのテレビではもちろんメジャーリーグ、まあ、皆さん見てるようにメジャーリーグは当たり前に見てて、まあ、日本人もいろいろこうああだこうだ張本さんが勝つだとかいろいろ言うじゃないですかそんな中でやっぱその中に入って実際その選手ではなくて指導者として中に入ったメジャーリーグの選手たちっていうのはどういう感じなんですか。やっぱりそのマイナーリーグの選手と比べると、まあ、当然その人間的にも大人ですし、まあ、プレイヤーとしてもその成熟している選手たちが、まあ、多いなっていうのは本当にそれはトッププロなので、あのプロだなっていう立ち振る舞いをする選手たちが本当に多かったですね、うん、そこに関しては今年さっきその食事話してるんですか、その食事がいいとか、今年ちょっと肌つやいいですもんねメジャーに来てなんかやっぱいい食事してるんだろうなってとか、独立リーグとはまたちょっと違うんですよ。僕が言いながら独立リーグはやっぱちょっとそれこそハンバーガー食べてとか、試合の後にマック行ってとか、そういう食事の生活なんで、多分これ独立リーグの活動やってる時も、まあ、多少それに近いような部分もあるんですけど、まあ、メジャーリーグの組織の人と多分違うんだろうなっていうのは肌みたいなのがあります。いや、まあ本当に細かいところで言うと別にマイナーの悪いとかじゃないんですけど、ツインズはマイナーの中でもまあ、MLB のチームの中でもすごく食事に関しては進んでいる球団なので、まあ、ドジャースから来た人たちがツインズに入ってきて、その、まあ、栄養の取り方とかオーガニック系の食べ物を変えた時に選手のリカバリーがどう変わっていくかっていうのをいち早く取り入れた球団なので、今うちのマイナーリーグっていうのはおそらくその他の、MLB の球団とかよりもそこに関してはマイナーリーグもすごく本当に力が出てて、まあ、元オリンピック の、 その本当にチャンピオンを取ったようなアスリートの方が、まあ、その後栄養士になって、まあ、ミネソタのプロのフットボールチームとか指導した後にうちがその人たちを引き抜いているような人たちが来ているので、マイナーの食事は本当にすごくいいんですけど、ただ、本当に一定感じたことっていうのは、朝から本当にちょっとおそらくそうですね、かなり高いステーキとかまあ、当然シェフがいるので、そのシェフに自分が例えばカスタマイズしてもらいたいオムレツとか、まあ、ちょっと本当に贅沢すぎるぐらいの飲み物から食べ物から含めて、で多分食材がもうほぼ全部っていうかもうオーガニック系なので、それは前からもいいと思ってたんですけど、メジャーで言って、ああでもさらにこんなにいいんだなっていうふうに驚いたのはあります。そんないろいろ、まあ、ツインズ自体新しい取り組みやってるじゃないですか。で、それこそ日本人で監督やることも、これも多分ツインズの取り組みでは新しいことに挑戦するっていうテーマで、まあ、三好さんを監督にしたってこともその一つだと思うんですよね。で、まあ、今回コロナで実際に、まあ、そんな歴史的な、日本人からしたら多分これ歴史的なことだと思うんですけども、まあ、そのシーズンが今回はまあ中止になってしまったじゃないですか。で中止になって単純にどんな感じですか。悔しいとか残念とか。いや、まあ、一番選手の気持ちというか、選手がこれで育成する時間とか期間を失ったので、まあ、そこが本当に残念だなっていうのと、もう一つやっぱこうプロなので、まあ今年1年全くシーズンできない中で、おそらくこの後、まあ、8月終わり、9月の頭に入ったら結構大量リリース、クビになる選手が出ると思うんですよね、うん、まあ、そのクビになるときに結局今年全然プレーもしてない中でクビを切らなきゃいけないという状況があるので、まあ、それはちょっとこの選手に、まあ、僕がどうこうというのは選手にとってすごいアンフェアだなという感じがするんですけど、まあ、それはちょっと本当になんていうか心残りというか、まあ、かわいそうだなって最後に、まあ、切られるとしても最後にやっぱりプレーして切られるとちょっと違うので、まあ、そこがちょっと心が痛いなというところですね、はい、なんかやりたかったことがあるんですか。そのマイナーリーグの監督で指揮するっていうのは、なんか独立リーグのその、そのスポンバーズ以来の、まあ、一応コーチとマネージャーとか役割全然違うじゃないですか。
監督になるにあたってこういうことはやろうみたいなのがあったんですか。まあやっぱりルーキーリーグってそのドミニカ人がすごく実は多いリーグで、で高校生とかまあその本当に若い選手が集まっているところなんですけど、なかなかやっぱり指導者としての立場として考えると、まあ一番難しい育成のレベルだと思うんですよね。言うことも聞かない、まあプロ野球選手でもなってないような選手たちが、あの意識的に低い子たちが集まっていくところで、でどちらかというとそのまあ主体性があるというよりは、まあコーチ監督にあのこうだああだって言われている中で、多分ものをどうしても進めてしまうみたいな選手が多かったので。過去2年間 の, その育成のスプリングトレーニングについて延長をして、まあ、ここのレベルだけはスプリングトレーニング終わった後もあのショートシーズンで70試合ぐらいしかないので、その上のリーグが70試合やってる間というのは練習試合とかトレーニングひたすら繰り返してるんですけど、まあ、過去2年間の育成って、まあ、正直言ってボロボロだったんですね。まあ、それなんでボロボロだったかというと、まあ、新しい監督コーチを雇って、まあアメリカの大学から指導者が来て、プロ経験がない指導者が来て、まあ、いろんなこと、新しいことを、まあ、チャレンジしてみたものの、あんまりちょっとそれが本当にいい方向にいかなかったっていうのがあったんですね。で、多分今年その自主練に僕を大津水が置いた最大の理由っていうのは、まあ、新しいことに挑戦しながらも、まあ、規律をちゃんと保つこと、あとは選手をやっぱり大人としてしっかり育てていくってことを本当に多分命題で、そのバランスを多分日本人だっていうこともあってバランスを取れるっていうところを多分期待されて、今回の自主への監督の就任っていうことになってたと思うので、まあ、自分として挑戦しようと思ってたことっていうのは、まあ、基本過去2年間の自主とかルーキーリーグのやり方っていうのは、まあ、監督コーチたちがやっぱりある程度のこうメニューを、自分たちで決め込んでいくやり方をしてたんですけど、あんまり僕はそのやり方本当にちょっと好きじゃなくて、まあ、ドミニカ人とアメリカ人とか本当に多種多様な人種が混在するのはあの MLB なんですけど、まあ、考えていたのは例えば週5回の練習とかの中で2回くらいは選手に自分たちで朝から、ミーティングの中で、練習のメニュー作り、まあ、それがなぜなのか、まあ、あとは人種間の壁があるので、ドミニカ人、まあ、ラテン系からキャプテン1人と、あとはアメリカ人の、まあ、白人、黒人の中から、まあ、キャプテン1人を作って、まあ、その中でのチームマネジメントしようと思ってたので、まあ、ちょっとそれができなくなったっていうのは、残念だったなっていうような気がしてます。なんか日本人としてこれを取り組みたいとかそういうのはあったんですか。別にその元々そのアメリカにいるからあんまり日本人としてってもう多分ないです。みんな皆さん見てわかると思うんですけどあんまり日本人っぽくないじゃないですか。だからその日本人として何かこうあえて挑戦したいことはあったんですか。いやいや、その形容詞は日本人でつくかっていうのはもうそれは分からないですけど、ただやっぱり2年間見てて、まあ、規律だったりとか、まあ、プロの世界におけるそのリスペクトイシューって言って守らなきゃいけないこと、まあ自由な取り組みをするのはいいんですけど、その線引きは結構曖昧だったので、まあ、そこに関しては、自分が入ることで、まあ、全部そこのなんていうかこう緩くなった線みたいなのを、まあ、すぐこう正そうかなっていうふうには思ってたので、まあ以前どっかで話したかもしれないですけど、まあ、今年チロッテで活躍されたジョニー・クロキさんが、たまたま前田投手の取材をしにメジャーサイドの方に取材しに来てたんですけど、まあ、その後そうですね、マイナーサイドでもわざわざその NHK の、まあ、去年取材してくださったディレクターの方々とマイナーのサイドまで来てくださって、挨拶してくださって、その時にいろいろジョニーさんと立ち話本当5分10分ぐらいの練習内容でしてたんですけど、まあ、やっぱりそのジョニーさんこうあんまりそうですね、自分がその中に入って MLB を見てるわけではないので、やっぱその、ね、MLB に対してのやっぱイメージみたいなのは当然ジョニーさんなりにあって、いろいろ立ち話をしてた中で、いやそのすごい自由に、まあ、緩く楽しくやってるって
思ってたみたいな、まあ、そういう感じでいろいろ立ち話してて、あのそういう話になったんですけど、でも実は今僕がちょっと話したところなんですけど、僕がいるその、まあ、ルーキーリーグとか DSL、まあ、DSL はちょっと特殊なんですけど、ルーキーリーグとかルーキーアドバンスのレベルっていうのは、まあ、実は本当にあの規律とか、その決まり事を守ることとか、まあ、礼儀とか、身なり服装とか、そういったこととかっていうのを厳しくやってるんですっていう話をあのジョニーさんにしたときに、まあ、ジョニーさんは大変これ驚かれてですね、多分皆さんが見ているメジャーリーグ のイメージっていうのは、まあ、例えばあの今メジャーリーガーが多分テレビに出てる回数が多いので、まあボタンを胸2つまで上げて金のネックレスジャラジャラつけてドレッドヘアでラテン系の選手がなんか全力疾走もしないでっていうイメージで見られる方が多いと思うんですけど、まああれはですね、実は技術的に言うとすごくあの少ない部分の話で、まあ、それをメディアがそこだけ一部あの切り取ってるからメジャーリーグとそうやって自由になってていいところなんだって多分思われてると思うんですけど、これ実は全く真逆でですね、ローバーの育成が求められるレベルとかってどういうことやってるかっていうと、当然ですけど T シャツ指定されたものと違うものを着てきたら着直してこいと言ってクラブハウスに戻します。でそれが嫌だったら練習はさせない。で例えばオンタイムに来れない選手がいたら、それもなんでオンタイムに来れなかったのか、でその理由が数字が通ってない理由であれば当然それに対してペナルティが払われる。で、まあ靴下もそうですけど、あと、スパイクとかも、まあ、うちの球団スパイクとか全然緩いんですけど、例えばピッツバーグ・パイレーツとか、もっとあの厳しい球団とかになると指定されている理由以外は、まあ、下のレベルの時は履けないとか、で、まあ、ユニフォームがちゃんと着れない、例えば、ズボンの履き方がだらしない、ユニフォームのパンツをかかとで履くような、まあ、だらしない球団をに恥をかかせるような行為をしている子たちっていうのは、まあ、基本的にはあのプレーもさせないですし、練習もさせないですし、それが理解できないであれば理解できるまで、まあ、ボールを触らせないってことを、やったりもするのが、実は MLB の組織だったりします。まあ、うちからコーチングについて始めようと思ったのでもう早速始めてもらってありがとうございます。日米のちょっとコーチングについて、まあ、ここまでちょっと、マイナーリーグ、メジャーリーグ、こういうピラミッドを書き出して、今ちょっと説明させてもらったんですけど、何か質問があるかと言いますか。大丈夫ですか。イメージと比べてどうですか、そのメジャーリーグの皆さんが持ってたイメージと、その今聞いたような話の中で、イメージのギャップってありますか。結構ありますか、やっぱり。結構、まあ、僕もそうでしたけど、結構僕が海外行ったきっかけも日本みたいに厳しくないからなと思って行ったんですけど、まあ、実は全然逆で、結構やっぱプロフェッショナルというか、あの例えば袖を押すリーグダメとか僕の時あったんですけど、そういう結構なんか自由なんだなと思って行ったら実は自由とは逆で、結構厳しいというか、まあ、当然日本では当たり前のことだと思うんですけども、まあ、日本と同じようなこと、まあ、礼儀だったりとかそういうことはすごい言いますよね。これはじゃあ補足で、はい。で、あと今言ったそのローバーのレベルでなんでこんなに厳しいのに、じゃあメジャー行った時になんでああいうこうひょっとしたらラテン系の選手がこうチャラチャラしてるんで、じゃあなんで許されるのって単純な疑問が生まれると思うんですけど、これはプロの部分、アメリカのプロの部分率っていうのがあって、MLB に行ってる選手っていうのは基本リスペクトを勝ち得てる人たちなんですね。でそれはどういうことかっていうと、プロ野球の世界の中でルーキーリーグから MLB まで上がるっていうのはそれなりの打席数に立ってる、でそれなりの試合数をこなしてる、でプロの世界で要は1年とか2年とかじゃなくてそれなりの年数勝ち上がって生き残ってる人たちなので、生き残って MLB まで行ったっていうところのまずここのリスペクトイシューの問題があって、このリスペクトを勝ち取ってるから与えられる一定の自由があるっていうのがメジャーリーグなんですね。でただ僕個人的なことを言うと、僕はマチャドみたいな選手正直好きじゃないですし、あとサンディエゴパドレスにいるあとタテヤスカのジュニアのお父さんがメジャーのやつで最近あのこうドレッドとかでプレーしてる選手、僕は個人的には好きじゃないです。でなぜかっていうと、別に見るよりは例えばドレッドヘアとかでも全然いいんですけど、
ただ、一塁駆け抜けるときにワールドシリーズとかでマチャドやってましたけど、相手のファーストの足をこう削り落とす、これもすごい紳士的行為なので、まあ、言ってみたらそのラテン系の結構狡猾な汚い野球のやり方なんですね。ただあのレベルの選手たちが、あれを全国ネットもしくは世界中に見れるをテレビの中であれをやるっていうのはメジャーリーグに目にてる少年たちに対してこういうプレーは OK だよって言ってることになるので、僕ら監督だったら絶対に許さないです。